セーブするかい？真犯人は後はこの推理をどういうふうに提示していくかだな。ああ、こんなところにいた。その子姉ちゃん、もう何やってんのよ。あんたすぐいなくなっちゃうんだから。蘭姉ちゃんは？蘭ならロビーの方を探してんじゃないかな。さ、もう帰るわよ。まったく、ちょっと目を離すとすぐいなくなっちゃうんだから。この子は。悪いな。また活躍してもらうぜ。証拠は全て出揃った。あの人は舞台の性格を忘れているのだろうか。ここまで周到な計画を練っておきながら、彼は最大のミスを犯してしまっている。そのミスのおかげで、犯行の経緯も、そのトリックも、謎はすべて解き明かされた。この事件の真相を必ず立証してみせる。真実はいつも一つなんだから。おや、コナン君、どうしたんだい？うん、その子姉ちゃん犯人が分かったんだって。え？なんだって？教えてあげるから関係者を1階の客席に集めてほしいって言ってたよ。あ、分かった。刑事さんよ、犯人が分かったってどういうことだ？それは、そこにいる彼女が教えてくれますよ。なんだ、ガキじゃねえかよ。そういうことは、彼女の説明を聞いてからにしてほしいわね。警察も甘くなったもんだな。で、お嬢さん、誰が犯人なんだよ。それを今から教えてあげるわ。この中で唯一、立花さんを殺害できるのは。中山さん、あなたしかいないのよ。何をバカな。俺は幕開中、ずっと席に座ってたんだぞ。誰が立花さんは幕開中に殺されたと言いましたか？何？被害者である立花さんは、実は、開演前にすでにあなたに殺されていたのよ。そしてあなたはあるトリックを使って見事にアリバイを成立させた。そのアリバイって？そう、中山さんが持っているテープレコーダーを使ってね。何を言う、あのレコーダーには何も録音されてない。持ってるだけで犯人扱いされてたまるか。確かにあのテープには会場の声が録音されているだけだった。高木刑事の言う通りね。じゃああなたはなぜ幕開の会場を録音したのかしら。普通ならお芝居の方を録音するんじゃないの？そうだよ。最初はこの舞台を録音するつもりで持ってきたんだ。だがな、
あんな演技を見せられたは興ざめもいいところだ。だから幕開中に消したんだよ。本当にそうかしら。だいたい30分の1幕を10分の幕開で消せるわけがないじゃない。な、そういえばそうよね。頭から録音していたとして、幕開中に上書きできるのは最初の10分だけ。残りの20分は舞台の声が残ってるはずだわ。もともとそのテープには剣を折るタイミングの合図になる一瞬の着信音とヤジが録音されていたのよ。そして一幕が終わった後はその証拠を消すために幕開に録音ボタンを押す。そうか、それでたまたまそのそばを通りかかった彼女たちの声がテープに録音されていたんだ。開演前に立花さんを殺害したあなたはこうしてアリバイを作った後、騎士として舞台に上がったのよ。ふざけるなよ。そう簡単に役が変われると思ってるのか。もちろん簡単に変われるわ。立花さんはもともと代役。今日の一幕で仮面騎士を演じたのは翻訳のあなたでしょ。確かにあの騎士は俺の翻訳だ。だが俺がその役をやったっていう証拠はどこにあるんだ。証拠ならちゃんとあるわよ。あの時あなたにとって予想外の事態が起こってしまったのだからね。アリバイを強固なものにするためのアクシデントに本物のアクシデントが重なってしまった。折れた剣が客席まで飛んでしまったのよ。何をバカな。あれは立花が演技を失敗したんだろうが。勘違いして拍手していた客もいたが。そう、それこそがあなたの勘違いなの、中山さん。あの時の拍手はここにいる佐藤刑事が偶然居合わせて剣先をキャッチしたことに対して送られたもの。客席にいたら分かったはずよ。舞台上で客席に背を向けていた仮面騎士以外の人にはね。俺の席は、そう、俺の席は3階の最後尾だったからな。見逃すこともあるさ。よくできた筋書きだが、全部お前の憶測に過ぎないんじゃないのか。つまり証拠が必要というわけね。いいわよ、舞台の幕を開けてちょうだい。おそらくあなたの計画では折れるように細工した剣を自然に折った状態の剣とすり替えておこうと考えていたはずよ。でもあなたは剣先も絵も探しきれなかった。わざわざスタッフさんにまで聞いてもね。その絵がどうして証拠に。あなたにももう分かっているはずよ。剣先と絵、折れやすいように細工を施したのはあなた自身なんだから。剣先の方はすでに鑑識に回してあるわ。報告では折れた部分は意図的に削ってあったそうよ。あなたの犯行の経緯はこう。まず開幕前に立花さんを殺害した後、座席にあらかじめタイマーをセットしたレコーダーを置いておく。そして第一幕を騎士役として演じていた。終盤録音しておいた着信音でのタイミングを見計らい、折れやすいように細工を施した小道具でアクシデントを装う。タイマーに合わせて演技をするなんて、さすがは演技力に定評のある中山さんといったところかしらね。ふざけるな。演技をしながら1分もの時間を計るなんて不可能だ。お前が言ってることは全部状況証拠だけじゃないか。
それらを全て俺がやったという証拠を見せてみろ。いいでしょう。あなたはさっき真犯人しか知らないはずのことを口走ってしまったのよ。悲しいかな、役者の佐賀でしょうね。何？先ほど演技をしながら1分も時間を計るなんて不可能と言ったわよね。それがどうした？時計もない状態で時間を計ることなんてできるわけないだろう。私はタイマーに合わせて演技をしたと言っただけ。でもどうしてその時間が1分だと分かったのかしら。それを知っているのはテープに合図とヤジを吹き込み、それを頼りに体感時間で60を数えていた本人だけ。つまりあなたがそれを行ったと自分で言ったことになるのよ。それを知らないのはお互い様だろう。俺はたまたま1分と言っただけで、それを証明する証拠はどこにもない。どうやらあなたは憎しみのあまり舞台の性格まで忘れたのかしら。証拠はちゃんとあるのよ、コナン君。これだよ。このお芝居後で DVD で発売する予定だったんだって。なんだと？だからこのテープに舞台を撮影してたんだよね。ラ姉ちゃん、携帯の着信音が鳴った時のカウンターの数字とヤジが聞こえた時の数字をしっかり覚えていてね。うん、わかったわ。この大根役者は見てらんねえよ。どうだった？ちょうど1分です。そんなバカな、撮影していたなんて俺は聞いてないぞ。それは多分立花さんが考えたことなのね。劇団の経営のために少しでも利益を上げようと。そして誰よりも先に仮面基地が立花さんではなく中山さんだと気づいていた人。恵子さん、あなたですよね。あの絵を舞台の後片付け中にワイヤーにくくりつけたのは。舞台上の基地が中山さんだと分かっていたあなたはアドリブによるアクシデントの意味も薄々感づいていた。そして彼をかばおうとスタッフに幕を閉じさせ開けないよう頼んだ。結果的にはそれが私に絵のありかを教えてくれるヒントになったんだけどね。まったく余計なことをしてくれたもんだな、恵子。そんな私、翔吾さんのために。それが余計なことなんだよ。もういいでしょう、中山さん。あなたが恵子さんに冷たい態度をとっていたのもこんな結末を覚悟していたからなんでしょう。殺人を犯してしまった騎士は光り輝く姫とは不釣り合いだと。ああそうだ、俺はあんな奴に稽古を奪われるのが耐えられなかった。舞台と恋人を同時に失い、俺の心には真っ黒な絶望だけが残った。だからあいつを殺した。もう俺の手は血に汚れてしまっている。翔吾さん、もういい、もういいの。あなたは役者として劇団を救おうと考えるあまりあんなことをしてしまったの。そうでなかったら翔吾さんが人殺しなんて、そんなこと。
結局あの人は愛するものをすべて失い、ただ復讐のために手を血に染めた。後戻りはできないと分かっていても、そうすることしかできなかった思い、役者としての血があの人をそうさせたのだとしたら、あまりにも悲しすぎる結末だ。誰も望んではいなかったことなのに。どうしてあの時舞台上で剣の柄を投げ捨てたの？坊主か。そうだな、アクシデントを装うとはいえ、俺の演出では剣先と柄を合わせてじっくりと見つめる予定になっていたんだ。だが剣先がああなってしまった以上、あそこで柄を投げ捨てるのがベストな演技だと思ってな。稽古の言った通りだ。結局俺は何をやっても役者でしかないのかもしれない。ただ待ってるのって辛いよね。ハッピーエンドってなかなか現実にはないのかな。で、本当のところどうなの？え、本当って？とぼけないでよ、新一くんのことに決まってるじゃない。それはいいから白状しちゃいなさい。ちょっとその子。姫よ、何時のためなら私は幾度でも豪華の炎が渦巻く地獄の門すらくぐるだろう。コナン君、幾生そう生まれ変わろうとも恩美の姿を探し出し、その光り輝く魂を求め続けよう。そう、私は天に羽ばたく大鳥となって幾度でも何時のもとへと帰ってくるだろう。お芝居の台本に書き込まれてたセリフだよ。きっとあの人がお姫様だけに伝えたかったことじゃないのかな。うん、きっとそうね。よく被疑者を制することができたわね、高木君。え、あ、偶然ですよ。関係者から話を聞いたとき、劇団にいた頃はすごく仲のいい恋人同士だったそうで、それであんな態度をとっていても、もしかしたら中山さんは今でも恵子さんが好きなんじゃないかと。さすがね。さっきの高木くん、ちょっとかっこよかったわよ。ほらほら、何してるの？いや、今日は非番だったけど署に戻って事後処理をするわよ。早く乗って。あ、はい。今回の探偵度だ。やったぜ。セーブするかい？ちょっと待っててくれ。セーブするぜ。終わったぜ。名探偵コナン、最高のパートナー。じゃ、行こう。ストーリーをやる？